お願いします。ではまず最初にあらすじの方を教えてください。まあ、あらすじなんですけど、まあ主人公 のあけみっていう子がいて、まあ、高校の新聞部が舞台なんですけども、彼女が校内問題、まあ、主に不登校なんですけど、不登校問題について記事にしたいっていう、はい、まあ、ことをこう部での会議で言うんですけど、まあ、部の方針としては、まあ、それは良くないってことで学園祭に結局決定するんですけど、であけみはそういう中でをいかにして、そのなんていうかな、自分のその、まあ、不登校について書きたいっていうのを形にしていくかっていう中で、まあ、いかに自分が、無知かっていうか何も知らなかったかっていうのを逆に学んでいくみたいな、そういうあらすじだと思いますね。はい、この作品を作るきっかけは何だったんですか？きっかけ、はい、きっかけ何ですか？まあ、原案は僕で、はい、脚本は僕が書いたんで、ですけど、演出の段階で内田君と相談しながらやるって形にしたんですね。で、脚本は何ていうか、何か、まあ、大学入ってからずっと、まあ、映画撮ってたんですけど、なかなかこううまいこと撮れなくて、で結構悩んでたんですけど、何か何ていうか、まあ、そのだから今の自分の状況をもうそのまま映画にしようって思って、始まりがそこで。でそうなった時に、自分はじゃあ何を分かってるんだろうっていう思ったら、実は何も分かってないじゃないかみたいな。だから自分が見てるものってすごい表面的なもので、実は嫌いな人ももしかしたらなんかすごいいいやつだったかもしれないみたいな、そういう見えない部分っていうか、そういうものを本に起こそうっていうのが元々の始まりでした。なるほど。お二人で監督をされてるっていうことなんですが、どうですか、お二人で監督っていうのは？そうですね、プリプロの段階はほとんど前田くんに任せて、で現場は僕がっていう感じだったので、特にそこで齟齬が、もちろん話し合ったりもちゃんとしてたので、そこで齟齬が起きるってことはあんまりなかったかなと思います。なるほど。でもやっぱり一人でやるよりはどうなんですか、二人の方が難しいこととかはありましたか？なんか現場で僕撮影をやってたんですけど、はい、撮影とその演出を自分一人で引き受けるっていうのを今までずっとやってたんですけど、なかなかそれが大変だし、こう、うまく回らないって、結構内田君、まあ、単独で監督撮ったりした時は僕が撮影で入ったりとか、結構ずっと、まあ、なんていうかな、連携を取りながらやってきたの中っていうか、まあ、そういう感じなんで、そこまで難しさはなくて、で割と演出に関してもこっちに結構投げてたっていうか、割とこっちに任せた部分もあったし、逆にその、まあ、撮影の部分はこっちでとか、スタッフワークに関してはこっちでまとめたりっていうところで、逆に分担作業してたんで、そんなにお互いの得意分野が出し合えた感じなんでだと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、主演女優の方の演技がすごく魅力的だなと感じたんですが、その演出についてはいかがですか？はい、もともと彼女は演技経験が全くなかったので、はい、そうなんですね。全くなかったんですけど、前田くんが学部の知り合いの子なんですけど、いい逸材を見つけたってすごい興奮して教えてくれて、はい、で、まあ、実際読み合わせの時は若干不安もあったんですけど、堂々としてたから、ね、うん、カメラ映えするなと思って、で、まあ、当日はそうですね、最初の方はもう一挙手一投足、目の動きから手足の動きまで全部つけてました。演出、うん、つけてたんですけど、後半になるともう何だろう、彼女自身があけみっていうキャラクター、うん、にどんどん近づいてって、僕の方もあけみっていうキャラクターを彼女に近づけてった感じなので、うん、まあいい感じに最後は一人の魅力的な女性として出来上がったかなと思います。そうなんですね、うん、初めは全く出てる気がなくて、7回ぐらい出てくれってこう会うたびに出てくれないかなみたいな感じでこう言ってたら、なんか押せばなんとかなるもんだなって出てくれて、ありがたいことですけど。でもやっぱり見る目があるんですね。
わかんない、でも本当にたまたまラッキーだった、ね、ラッキー、うん、あんなのがいるとはみたいな感じで、すごい憂鬱そうな顔で授業受けてたんですね大学の、うん、それがアケミの感じになってんなみたいな。なるほど、はい、ありがとうございます。ではこの作品を見るにあたって注目してほしいところなどはありますか？じゃあ先に注目点が何、でも今もお話にあったんですけど、やっぱり主人公のやっぱりアケミかなと思いますね。結局その初め結構脚本段階ではなんか初稿ではかなりもっと広い話で学校全体を巻き込んだ話だったんですけど、なんかだんだん書いてるうちに何が書きたいかよく分からなくなってきちゃったんですよね。でだからその個人に、とにかく個人を描こうってことで、でアケミのキャラクターを掘り下げたんで、その後で結局アケミにフィーチャーしてっていうところの映画なんで、とにかくそのまあいろいろテーマとかもあるんですけど、まずはアケミの魅力というかそういう感じで、そこが一番の魅力が注目点だと思います。はい、ありがとうございます。僕は、登場人物主に主人公のアケミをフィーチャーした作品なんですけど、キャラクターみんなをとにかく動かすことを意識したので、うん、主人公も動き回るし、周りの新聞部の部員たちと、あと幼馴染の男の子も一緒にいるときは部活してたり歩き回ってたりとか、いろいろなそういうカメラの中を自由自在に動き回るっていうところを意識したので、うん、それを見てもらえると、あとやっぱりアケミのあれですね、部活でいる時と幼馴染と前でいる時と、あと家でいる時のみんなそれぞれその場その場で出す顔が違うんだっていうところを意識して結構演出をつけたので、その表情の違いとかを楽しんでもらえると、はい、なるほど、ありがとうございます。東京学生映画祭での上演が決まりましたが、今のお気持ちはいかがですか？いや、もう本当にもうまさかっていうか前日、発表の前日も寝れなかったんですけど、もうめっちゃ緊張して、いや当日もなんかずっと図書館こもって、なんか緊張をどうにか解かなければみたいな感じで図書館にこもってこう読みたくもない本を読んだんですけど、なんかまあ決まった時はやっぱまずはやっぱすごい嬉しかったですね。とにかく嬉しかったっていうところが一番大きいし、今キャストスタッフよくきつい撮影をって思い返してありがとうございますっていうか、まあ、そういう気持ちです。はい、まあ大体前田くんが言ってくれました。連絡先が東学祭からの連絡先は前田くんに来るようになってたから、はい、前田くんからすぐに電話がかかってきたので、ね、ものすごいテンションで連絡がかかってきて何事かと思ったら東学祭を通ったってことだったね。そうですね、もう1年大学の映画サークルに入ってるってことは東学祭を目指すっていうことだから、うん、そうなんですね、やっぱりまあ、一つ目標に近づけたかなっていう感じはしてすごく嬉しいですね。はい、じゃあ当日大きなスクリーンに映し出されるのがすごく楽しみですね。はい、まあ、今回の映画は、まあ、いろいろな、まあ、思いを込めて、まあ、作りました。まあ、東学祭っていう場で、皆さんに、見ていただけること大変嬉しく思っております。ぜひ当日、足を運んでいただいて、ご覧になってください。お願いします。はい、大学でやってきた3年間の、まあ、ある意味集大成としての作品ができたと思っています。で、東学祭の中には芸大とか専門学校の人たちがいる中で、総合大学として映画サークルとして本選に出れるのはすごく誇らしいので、そういうなんか自由、総合大学ならではの自由な取り方とか、まあ、そういう勢いとかを感じてもらえるといいかなと思います。ありがとうございます。